西鉄グループ西鉄バス西鉄バス宗形西鉄バス宗形本社かつて採用されていた専用塗装時代の赤間福岡線西鉄バス宗形本社は福岡県宗形市上原寺4丁目7番1号にある西鉄バス宗形の本社であり自社のバス営業所と西日本鉄道赤間第二自動車営業所を併設している主に宗形市中心部 東部と音楽郡岡垣町のローカル路線、及び福岡市と宗形市を結ぶ路線を担当している。営業所は宗形市の北東部に位置しており、県道69号線を挟んで、反対側には鹿児島本線教育、大前駅が所在している。近隣には福岡教育大学が立地する。1991年4月1日に限界交通が設立され、後に、 同社の赤間支社を併設。2001年10月1日までに、宗形市、岡垣町内の路線がすべて西日本鉄道から西鉄バス宗形に譲渡された。2003年7月1日に実施された西鉄グループのバス事業再編により、それまで、宗形市北部の金崎にあった西鉄バス宗形の本社が東営業所内に移されるとともに、福岡市と宗形市を結ぶ路線は、 西鉄バス宗形への管理委託となった。なお、金崎の元西鉄バス、宗方本社は本社移転とともに西鉄バス宗形金崎支社となり、2010年7月1日をもって廃止されている。バス車体に記載される営業所記号は西鉄本体から管理委託されている車両は赤、西鉄バス宗形の自社保有車両がそうとなっている。 元は、宗方地区で、バス事業を行っていた舞鶴自動車の本社であった。同社は1936年に、九州電気軌道の子会社である、九州合同バスに統合されている。1942年に同社が、九州電気軌道に九州合併された後、同年9月の西鉄成立によって、西日本鉄道赤間自動車営業所となった。赤間福岡線通称。 赤間急行。1981年5月1日に運行を開始した。福岡市の中心部天神と胸形市内各地を都市高速、国道3号経由で結ぶ路線。全便がトップドア車で運行される。高速バスとは異なり立席乗車も可能。特急、胸形号と太宰フライナー旅人で使用する便はバックカメラ搭載車が限定で使用される。 都心部においては、クローズドドアシステムを採用しているため、天神から増本の間では、森林都市方面行きは乗車のみ、天神行きは校舎のみの取り扱いとなる。天神での乗り場は2011年4月1日改正以前は、郵便局前であったが、同日改正以降は、天神日銀前となっている。旧天神バスセンター時代は、森林都市、赤間方面のみ始発となっており、 天神行きは、天神郵便局前が終点で、中央自動車営業所が待機所になっていたが、現在の天神バスセンターになってから、天神バスセンター終点となっていた。しかし、2015年3月21日より、天神バスセンター発着を、天神中央郵便局前駅、天神日銀前発へと変更され、同時に折り返しまでの待機場所が、名の津口駐車場もしくは、 福岡高速自動車営業所待機に変更された。定期券の扱いについては、一般路線バスに準じるため、休行では、エコルカードなどのフリー定期券も使用できる。また、近年では当路線に限定した割引運賃なども採用されている。西日本鉄道からの管理委託路線である。過去には、和白営業所と共同運行していた時期もあった。また、かつては、 博多駅発着も設定されていた。いずれの系統も都市高速を利用する。カシ子東ランプができる前はカシ子ランプを経由していた。2012年4月21日よりイオンモール、福津前を経由する便は誕生した。展示に行きについては上最後を経由と共に運転され、イオンモール、福津回転時間に合わせて朝9時過ぎから運転される。 この場合一度3号線から外れる。JR 九州バスが使用する木船、イオンモール福津にあるバス停には停車しない。2014年4月1日同年9月30日で、イオンモール、福津パークライドの社会実験が行われたのに、合わせ、2014年4月1日のダイヤ改正で、朝6時から8時台の天神域急行の一部便が、イオンモール、 不屈経由に変更された。なお、社会実験終了後もダイヤは変更されていない。ダイヤ改正ごとに、イオン経由の割合が増加傾向にあり、2015年3月改正以降は、ラッシュ時を除く日中の便は、全便イオン経由で運行されている。運行経路、編集一般路線バスとしては、比較的長距離を走行する路線だが、高速バスと異なり停車停留所数が多いため、 停車停留場は絞り込んで記載する。急行種別は急行とされているが、通過停留場は福岡市と新部にのみ設定され、九州産業大学南口伊東は各停留所に停車する。自由が丘南三丁目、青葉台入口、広陵大児童公園前発着のうち、一部は自由が丘折り返し場、または、 日赤看護大学まで改装されて、折り返しまで待機する便もある。期間系統。特急の設定あり。赤間営業所行域の深夜便は2018年3月16日に運行終了した。自由が丘南三丁目発着便の設定あり。自由が丘南三丁目青葉台入口間は2011年9月17日改正で延伸。陵公園前。 発着便の設定あり、日赤看護大学発のうち平日は天神行きのみ運転。常述系統と異なり高陵大児童公園前を経由しない。平日天神発のみの設定。1990年代後半以降は毎日朝一往復のみの運行だったが、2015年3月21日のダイヤ改正からは平日のみ朝三往復に増便された。 前の里3丁目前の里間は千鳥パークタウン入り口、千鳥パークタウン停留所から徒歩圏内にあるためか本数が少ない。前の里行きの方向幕には千鳥パークタウンと表記される。特急2006年3月18日改正で設定。平日朝に天人業のみの運行で、現在は全便が赤間営業所始発である。 2011年9月17日改正で、自由が丘南三丁目、高陵大児童公園前発が設定されたが、2012年3月17日改正で、消滅している。また、2012年3月17日改正で、停車停留所が大幅に削られた。しかし、2012年10月1日改正で、南郷町や団地入り口、日の里団地入り口、 若木台団地にも停車するようになった。特急であるため1日乗車券、フリー定期券の利用には他の特急バスと同様の制限があり、運賃の半額を支払う必要があるもの、利用できないものもある。赤間急行切符、区間定期券は急行特急問わず使用でき、運賃、割引制度も急行と同様。2012年10月1日改正からの停車停留所。 胸型号特急、胸型号2015年3月21日改正で、道の駅、胸型発着便が新設された。道の駅、胸型発着は、毎日3往復運行される。1990年代にも、同名の特急バスが運行されていたが、直接の関連性はない。2016年7月23日のダイヤ改正より、土曜、休日のみ一部が、 河野港,港鳩場まで延伸された。道の駅、宗方到着後は、折り返しまで駐車場で待機するが、土曜、休日の一部は、河野港鳩場発があるため、河野港鳩場へ改装する便もある。75番平日朝に、赤間営業所行きのみ運行。泉川丘希望がお帰り口間はこの路線、系統のみ運行で、現在は逆向きの運行はない。 平成12年頃までは、胸方ネオポリス発着便と共に農型、または、高6まで投資で運行していたが、赤間営業所で分断された。当時は、西鉄バス地区法農型支社と共同で担当していた。その名残で、行き先番号が直通運行時代と同じ75番となっている。2010年7月のダイヤ改正までは、金崎支社が担当していたが、 金崎支社の廃止に伴い、赤間本社の担当に変更された。2011年4月1日で泉が、お会計が廃止、路線所属も津屋崎金崎線から赤間福岡線になった。以前は泉がお会計、2011年5月のダイヤ改正までは土曜の赤間営業所行きも担当していた。運行形態、編集日中は赤間営業所、系統2から3本。 高領大中央公園前、日赤看護大学が合わせて1本自由が丘南3丁目、青葉台入口系統が各1本が運行され、天神森林都市地区まではむね平日15分、日宿20分間隔となっている。ラッシュ時には特急、朝は日赤看護大学直行なども運行され、平日朝の天神方面は合計10本、H 程度が運行されている。 高領大中央公園前は昼間のみ、日赤看護大学まで延伸される。2010年以降はそれまで比較的高頻度で運行されてきた道線であるが、減便の傾向が顕著に見られるようになり、ダイヤ改正ごとに運行本数の減便を繰り返している。75番は道路線に所属する。そのため運用も統合されており、実質的には前運行となっている。現在は、 泉が丘、赤間営業所系統を平日朝に2本のみ運行。割引運賃、乗車券、編集現行赤間急行切符あたり路線の急行、特急全区間で使用できる回数券。5枚綴りのものが3090円で発売されている。当初は2012年4月1日から2013年3月31日までの期間限定だったが、 2013年4月1日から同一形態で改めて通年を発売されている。2017年10月より7枚綴りで5000円になり販売される。廃止土日祝日限定にもか割引2009年7月4日からの土曜日、祝日ダイヤでにもかの入金残額で乗車する場合に限り割引運賃が適用されていた。利用区間に関係なく、 乗車区間の運賃が610円以上800円以下の倍600円に810円以上980円以下の倍700円に割引されていた。また、臨時で博多駅発着が設定された際にも適用されていた。2012年3月17日改正と同時に廃止。廃止系統、編集特急2006年3月18日改正で設定。 2012年3月17日改正で、停車停流除が大幅に削減され、現行系統の形となった。2011年9月17日改正で設定。森林都市自由が丘南三丁目の停車停流除は急校と同一。2012年3月17日で、設定消滅。2011年9月17日改正で設定。 森林都市高梁大児童公園前の停車停流場は休行と同一。2012年3月17日で設定消滅。2015年3月21日より一部便の運行を担当。詳細は、太宰フライナーバス、旅人を参照。運用上は、福岡赤間線の前運用となっている。またその前に、正月臨時運用で4日間だけ。 臨時運用されたこともある。通常のピンク高速だけでなく村方号の車両で運行することも稀にある。2018年3月17日から太宰府域において福岡空港国際線ターミナルは乗車のみとなった。2020年8月1日ダイヤ改正より赤間営業所は土曜休日の一部便のみ運行となった。 福岡赤間線平成8年の天神行き時刻表。26A の便数が多くなってきた。福岡市中央区の天神から昭和通り、都市高速、国道495号、県道97号、県道69号を経由して赤間営業所に至る路線。全便がワンステップ車で運行される。西日本鉄道からの管理委託路線である。 同じ26番 26A として、艶崎発着便もあるが、それらの系統は、全便アイランドシティ営業所前の里車庫が担当、貸し線として扱われる。赤間営業所、紅葉台6丁目発着便は、全便赤間本社担当。2000年代前半までは双方向 26.26A が日中40分ヘッドずつで交互に運行されていたが、現在は、 早朝の天神発を除き 26A に置き換えられた。旧西鉄天神バスセンター時代は、赤間急行と同様に、天神バスセンター一番乗り場が赤間営業所行きの始発で、天神行きは天神郵便局前、後に天神三丁目が終点だった。天神終点後は、中央自動車営業所が待機所になっていた。また当時は、 中央営業所と共同運行だった。中央営業所が廃止になってからは、博多営業所と共同運行していたが、2000年代後半に赤間本社の単独運行になった。1980年後半頃には、福間発着の便もあったが、短期間で廃止となった。その後、2016年6月18日改正で、平日のみ。 紅葉台6丁目発着系統が設定され、約30年ぶりに福間地区発着系統が復活することになった。毎日朝の天神発石館営業所行き 26A を置き換える形で運行。同一経路で深夜バスも運行していたが、2018年、赤間営業所発天神行きが運行されていた頃は、千鳥橋から増本中須天神へ向かい、石戸大橋、 博多五町は停車しない路線であった。色幕になる前は、天神の行き先表示は、福岡となっていた。この路線の期間系統で、都市高速を経由する。1時間あたり3本程度運行。翌朝の天神発に使用する便があるため、福岡高速営業所に夜間退泊する運用がある。紅葉台六町目系統は2016年6月18日のダイヤ改正で新設。 当初は平日夜3本の運行で、紅葉台6丁目到着後は26、英天神域で折り返す形であった。2017年3月25日のダイヤ改正で赤間営業所系統が一部、紅葉台6丁目系統へ振り替えとなり、平日日中及び土日祝にも運行されるようになった。なお、双方向ともに行き先表示は、 終着地よりも JR 福間駅を強調しており、特に紅用台6丁目時点での表示内容は JR 福間駅のもとに小さく天神と表示するのみの極めてシンプルな表示である。運賃は JR との競合のためか JR 駅もよりのバス停まで運賃を上げず、駅を越えるたびに大きく運賃が異なるのが特徴。福岡女子を前。 赤間営業所は JR に並行しており、JR 普通時の代替輸送も兼ねている。接続する鉄道駅も多くあり、該当する接続駅は、旧三大前駅、福光大前駅、新宮中央駅、四支部駅、小賀駅、福間駅、東福間駅、東郷駅、赤間駅、教育大前駅である。千鳥駅に関しては、最寄りバス停から離れているが、 東花火もしくは、名東前が、最寄りとなる。津屋崎金崎線、編集2016年6月18日改正まで、新宮支社と共同運行していたが、同改正から、新宮支社の運用を遺憾し、赤間本社単独運行となった。棟方大社への足として欠かせない路線であるが、かつては、東合駅経由で、赤間営業所及び、金崎車庫発着も運転されていた。 おおむね1時間に1本程度運転される。一部の便は、道の駅、宗方経由である。東郷駅前、赤間営業所系統は、本数が毎日1本しかなく免許維持路線化された、赤間営業所発東郷駅前駅は廃止された。宮寺団地前経由。大半のルートが5番と重複しているため、福間駅苑は平日朝のみ運転だった。 2020年10月1日改正により紅葉台6丁目、福間駅前の系統は廃止となったが5番の廃止に、伴い津谷崎橋福間駅前の系統が新たに設定された。直行は平日朝1便のみの運行。東町経由。大半が津谷崎橋発着だが、河の港鳩場、東郷駅発着もある。一番同様、一部の便は道の駅。 胸方経由である。並津線、編集なお、1970年代には、今川橋マイナス初の直通便を20番として運行されていた。1980年後半から90年代に赤間、恵比ツ黒崎を結んでいた頃は、八幡営業所と共同運行していた。森林都市線、編集廃止路線、編集現在は、岡垣町コミュニティバスが運行している。 かつては、ネオポリス発着便と共に農型まで投資で運転していたが、赤間営業所で分断された。当時は、西鉄バス地区法農型支社と共同で担当していた。2011年4月1日で泉が、岡きが廃止され、現在は赤間福岡線として運行されている。大島観光バス、グランシマール大島を訪れる観光客の交通手段の確保を目的として、 試験運行する路線。宗形市8線大島ターミナルを起点に、市街地北側にある大島交流館、島北部の沖津群、遥か廃所、島中央部の御嶽山への登山道がある、御嶽山入り口、島北西部の風車展望所がある、砲台跡の各停留所に停車し、砲台跡で折り返して、同一経路で戻り、大島ターミナル前の物産直売所で終点となる。 運賃は一乗車につき300円で、1日フリー、乗車券は800円。にもか及び相互利用カードは利用可能だが、グランドパス65、エコルカードでは利用できない。2017年4月1日から2018年3月31日までの期間限定運行として運行された。運行開始当初は1日6本の運行であったが、 2017年7月15日より1日7本に増発された。2018年度も運行されるが、港タクシーとの共同運行となり、1日フリー、乗車券が700円から800円に値上げされた。市営フェリーで車両を構想するため、フェリーが決行したり点検に入ったりした場合は、運休となる。車両は、専用車両の三菱負荘、ローザーが使用される。 2017年8月11日より、ラッピングが施されている。日の里循環線、編集胸方西鉄タクシー2015年6月1日より、日の里循環線路線及び車両を、胸方西鉄タクシーへ移管した。路線そのものは運行中。営業所所属記号はそうと表記している。赤間急行赤間福岡線では、日の製のシャーシに、 福岡若間線に使用される西鉄の管理委託車用は大型一般路線車。宗形市、福津市、岡垣町内路線では大型車、中型車を使用する。宗形市、コミュニティバス、ふれあいバスでは三菱ローザ、日のりエッセを運行していたが、2011年10月のダイヤ改正からは専用塗装の日のポンチョを使用している。ありがとうございます。